ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、始める。はい、久々の、あのね、今ね、このん、どこだったかしら、今、イベント中やって、はい、この、秋のキノコ集め、秋のキノコ集めイベント開催中、まあ、もうちょっとで終わるんやけどね。はい、秋のキノコ集めが始まりました。秋色の可愛いキノコがいろいろなところに隠れています。キノコをたくさん集めると、秋のキノコを満喫できるアイテムがクラフトできますよってことで、なんか、まあ、全部集めたらこういう感じ。もっと頭にキノコ生えとるやん。可愛い。太平とどういう状態？なんか、何？死んでる？あ、ほらほらほら、かわいい、めっちゃ。トランポリンなんや。めっちゃ胞子飛び寄りやん。これ周りもキノコ？これは？あ、周りのキノコも、これにセットでついとるってことかな。秋のキノコ集めのアイテム、こんな感じで。キノコたっぷりシチューの鍋欲しいんやけど。てか、キノコのスツール、色違いかわいいな。あ、横並びのキノコ。別か。なるほどね。セットじゃないんや。頭のせキノコ。なるほど、なるほど。まあ、こういう感じで。え？このイベントの期間がこれ？ 9 月25日まで。14時59分ね。キノコ詰め合わせパック美味しそう。はい、ってことで。とりあえず私、まだね、1日だけ、1日だけキノコ集め、1日っていうか、1日のうちのちょっとだけ、キノコ集めをしたんやけど、まさかの、まさかの、捕まえられない。あ、一応28個までは取っとったんやね。要は、今まであった、埴輪集めのキノコ版みたいな感じ。まあ、この、うわ、めっちゃある。うわ、超あるんやけど。どうした？集中的にここにあるね。なるほど。こういう感じで、まあ、地面にある分にはわかるんやけど、この木の上にキノコが生えているのは一体どういう、どういう状態なんだって感じやけどね。これさ、まあ、なんか一箇所にこうやっていっぱいある時もあったり、バラバラにあったりとかいろいろするけど、あれなんかな？こう、ある場所のひり合いじゃん。比率がちょっと偏っとったりすることはあるけど、全体で見たら、同じ個数やったりとかするんかな？どうなんやろ。え？限定チャンス。限定チャンスもキノコやん。とりあえずこの辺ね。ありがとう。そして、とりあえず一通り回って、キノコを拾っていこう。でも一箇所にあんだけ、ね、落ちとったってことは多分他の場所にはもうそんなに落ちてないと思うんやけど。きっとそうだと思うんだけど。どうでしょうか。ね、ここには一個もなかったよ。動物たちのお願い事とかは、後でちょっとまとめてペリオさんにね。あ、キノコあった。はい、来た来た。なんか果物類とかも、もうね、だいぶ種類豊富になったよね。ほら、一瞬ちょっと梨見えんかったけど。梨にブドウに、オレンジ。あ、ここは、あ、え、これもキノコか。下からそっと覗くキノコ。こんな感じで。最初ってさ、めっちゃなんか、少なくなかった？果物の種類。今まで結構この OK モータースにさ、大量に埴輪が落ちてることが多かったんやけど。いや、今回はそうでもないね。でもやっぱり個数は決まってないんかな？多い時と少ない時がある？よくわからない。
とりあえず一周してキャンプ場に戻って行こうと思う。なんかめっちゃ可愛いんやけど、格好。超可愛いんやけど。あれ多分フォーチュンクッキーのやつやね。最近、このポケモリさ、バン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 イベントあるんやけど、リーフチケットがめちゃくちゃかかるよね。もう全然私揃えてないもん。なんかリーフチケットで作るやつとか、全部揃えようと思ったらね、めっちゃ、すごい金額になるような気がする。私今リーフチケット93枚しかないよね。頑張って集めて集めて集めて、まとめて買うみたいな。もうリーフチケットは私、フォーチュンクッキーにしか使ってないけんね。最近前で言う、タヌキチが来る家具だとか、ああいうやつに全く使ってないよね。はい、ちょっとベリオさん。ここでもうまとめてね、お届けしてもらえるようになったけん、めちゃくちゃ楽だわ。めちゃくちゃ楽だわ。いい感じ。はい。どうぞどうぞ。最初の頃ってさ、めっちゃなんか、一個一個すごい丁寧じゃなかった？しかもなんか、ねえ、キャンピングカーが、こう移動する何？アクションみたいなのもあったし。そんなん一切ないけんね。はい、自分のキャンプ場に帰ってきました。3人話したいことがある。じゃあ、とりあえず。やっほー、ちっち。あら、アイナさん、こんにちは。おしゃべりしよう。アイナさん、少しで申し訳ないんですが、これ、何かに使ってください。お金。ありがとう。チッチからプレゼントをもらいました。賄賂や賄賂。これを渡すから私をキャンプ場から外さないでっていう。お、仲良し度アップやったね。着せ替えができるようになったよ。バシバシこう自分のキャンパーレベルも上げていきたいんよね。お、そして。いたいた。違う、そっちじゃないの。ファー、どうしたの？ポン。違うんだ。呼んでみただけ。眠そうなところ悪いけど。そっちではなく。どうも、ジョッキー。ハロー、アイナさん。おしゃべりしよう。いつもお世話になっている君にこれをあげるよ。何かの役に立ってほしい。何？キノコ？ではない。あ、キノコ！ありがとう、嬉しい。イエーイ。さあ、そして、お、おったおった。トビー。誰？ウキウキ気分なの。コーヒーの香りって、蝶々を引き寄せる花の蜜のように遠くまで届いて、人の鼻をくすぐるよね。もし君がコーヒーの香りに誘われて僕のところへ来てくれるのなら、僕はいつだってコーヒーを飲むよ。それで眠れなくなっても悔いはないな、ケロケロ。何の話だ。私、コーヒー、自分が飲まんだけじゃなくってさ、匂いも苦手なんよね。なんか全然いい匂いと思わんねえけど。あ、チッチか。あれっていい匂いなんかな？私にはよくわからねえ。腐って思う、いつも。はい、これで。オッケー、金のお菓子ゲット。もうね、私、お菓子も全然使ってないけんさ、多分超溜まっとると思うよね。よし。そして？オッケー。あと5個で。またキノコが。さあ、これで、まあ、とりあえずこんなもんか。え、ジョニーはいつ、あ、そっか、ジョニー自体はおるんか。あと4時間もかかるのか帰ってくるのに、え、ラコスケ浮いとるよ、なんか。何にもできんのや。くそ。そう、なんかジョニーのやつが、まあ、アップデートで変わって、解約になったってみんな言いよってさ。で、またなんか、
改善されるらしいんやけど、今の感じこんな島がこうあって、この輝いてる金色の島、ここになんか向かわせたら、その動物がやってくるようになったりとかするらしいんやけど、でもなんか出航させとんよ、これ一応。出航させとんやけどね、島にもうずっとジョニーおるんよ。誰を出航させたんやろうね。部下みたいなんできたんかな。めっちゃ思ったんやけど。で、ちなみに、今クラフトできるもの何があるんやろ、私。今回のこのイベントで。この、見てこれ。この積み荷、この積み荷ってやつをね、わざわざジョニーを出航させるためだけに作らんといかんっていうのがね、しかも結構時間かかるし。あ、これ動物なりきりコレクション。これもね、今なんかさ、しよるやつなんやけど、イベントで。これめっちゃ可愛いと思うよ。とびきりキュートの動物なりきりコレクション。で、ちゃんとこの、自分の髪色と馴染むっていう、もうつけ耳みたいな感じじゃなくって、本当に生えとる感じにできるらしくって、可愛くない？めっちゃ。絶対これカチューシャとかの息じゃないけん。ほら、ヘアカラーと同じ色に変化します。ただし、あれなんよ。リーフチケットなんよ。辛い。辛い。で、これキノコ集めのやつね。とりあえず、どうしよう。何作ろっか。リーフチケットのやつはまあ、置いとくとして。置いとくとして。え、もうこれ、一番少ないやつで50必要なん？なんか、あれじゃない？こう、最近イベントとかもあんまり参加してなかったんやけど、なんか、集める量もえぐくなってない？そういう感じ？とりあえず、頭の先の子作っとこうかな。なんかちょっともったいないような気がしてきたけど。しかも1時間もかかるし。どんだけやねん。ケイトさん、商品の注文です。お願いします。数分で作れるものだと思ったよ。で、今は、なんか最近ね、こういう復刻イベントとかで、なんか過去のイベントとかでゲットできよったアイテムとかが復刻版として現れたりとか、もうまあ、するけん、その時その時きっちりコンプリートしてしまわんでも大丈夫かなっていう感じにはなってきたけど、やっぱりね、リーフチケットの消費が激しい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、まあね、こう、無料のアプリとはいえ、やっぱり、ね、向こうも仕事でしよるけん、課金は大事なんやと思う。大事なんやと思うけど、高いよね。めっちゃかかるね。